ここでジャイアンツ守備を変えてきました。さあこれからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンドに上がるのバッターは浅村。まずは追いつくためにもこの先頭バッターを出していきたいところです。初球打ちファウルになります。次が2球目、この球は外れています。低めの変化球は外れました。インコースボール、これが5球目、空振りになります。フルカウントです。見逃して三振になります。ワンアウトです。バッターは DH ローズ加藤。まずは先頭バッターを三振に仕留めています。ファウルになります。2球目は何で来るか、引っ張った、岡本アウト、ツーアウト。バッターは3番の門田。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。空振り、落ちるボールです。あっという間にツーストライクです。ファウルになります。4球目は何で来るか、打ちました。ここはフライになっています。坂倉が抑えて3アウトチェンジです。2回表に入ります。7番から始まるジャイアンツの攻撃、牧原が打席に入ります。ジャイアンツリードで迎える最終回です。楽天ゴールデンイーグル対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、里崎智也さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。小宮山さん、ズバリ打者を打ち取る確率を上げるためにはどのような攻め方をすればいいんですか。まあ、ある程度そのデータがあるでしょうから、バッターの苦手なところを徹底的に攻めることでしょうかね。弱点をつくことができるんでしょうか。アウトコースへ決めました。次が3球目、ボールになります。引っ張った、ファウルになります。打ちました。弾き返した打球はレフトへ、レフトが取りました。ワンアウトです。バッターボックスには指名打者の坂本、加藤。まずは先頭バッターを打ち取っています。打ちました。大きな打球になった。右中間破っていきました。バッターランナーは二塁も、初球打ち取ってツーアウトです。さあそして打席には今宮が入ります。さあツーアウトながらなおもチャンスは続きます。打ちました、取った、一塁へ、一塁アウト、スリーアウトです。さあこれからジャイアンツが守備につきます。バッターは茂木、相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。
打ちました。ショート取った、アウト、ワンアウト。バッターは2番に入っている西川。大谷、まずは先頭バッターを打ち取っています。インサイド落ちました。ファールグラウンドで掴んで2アウトです。3番バッター阿部、2アウトになっています。この回の大谷、たった2球で2アウトにしています。そうですね、まあ理想的な投球と言えるでしょうね。はい、さあ次のバッターはどうなるか。惜しいボールでしたね。はい、ストレートわずかに外れてボール。落ちる球できました。これが4球目。変化球が低めに外れます。さあ5球目は何か。打ちました。ショートが取る。一塁アウトで3アウトチェンジです。2回になります。ジャイアンツの攻撃、バッターボックスは5番坂倉。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で引っ張った。一塁線落ちてフェア。打ったバッター一塁蹴って二塁に向かいます。先制。さあそしてバッターボックスには山田が入っています。ここは打順もいいですし、このチャンスをものにしないといけないですね。さあ得点圏には先制のランナーを置いています。両チーム1点が遠い展開になってますから、そろそろこじ開きたいですね。なるほど、そうですよね。変化球打った、抑えた、一塁アウト。ランナー二塁は変わりません。さあそして打席には牧原が入ります。いいバッターが続きますから、ここは勝負どころですね。さあライト線、フェアグラウンドに落ちた。中継にボールが送られる。セカンドランナー初球は何から入ってくるか。まず際どいコースをついてきました。打ち上げています。構えます。掴んで2アウト。ボールは中継。2アウト、ランナー2塁となりました。9番バッター村上。ジャイアンツこの回1点を入れています。さあついに得点を奪って、なおもその点差を広げていこうかというところです。ファウルです。空振り三振、前にボールを飛ばせません。三振で攻撃を終えました。楽天イーグルス最後の攻撃になります。丸が打席に入ります。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。さあ1点を先制してのこの回の守備となりました。まあそうですね、ピッチャー陣はこの先制点を封印しないようにしたいですよね。なるほど、さあしっかりと守っていきたいところ。ジャイアンツピッチャーが変わります。4番を迎える。厳しいコースにまず投げ込んでいきました。スピードボールを持っています。これが2球目。あー、いいボールでしたけどね。はい、変化球わずかに外れてボール。ボール先行です。打ちました。サード取った、アウト、ワンアウトです。バッターは DH 大島。ワンアウト、ランナーありません。いいところへ決めてきます。ストライクです。さあ2球目は何か。2球目打ちました。ライト掴んで2アウト。バッターボックスには6番 T 岡田。2アウトになっています。インサイド落ちました。切りました。ファールボールです。ノーボールワンストライクです。2球目打ちました。ライナー掴んでアウト。これで3アウト、試合終了。最後はピシャリの3人で締めました。ジャイアンツが僅差で勝利を収めました。